と下半身のバランス筋力を一緒に作ってやる。1、2、3、次2種目目いきます。はい、振り子という形で、軸足とお尻、脇腹、まあ、体幹も含めてやりました。今度は少し動きを入れます。しゃがんで軸作って、で軸を作ったこっちは動かさずにこっちを動かしていく。でよくこうする、体重移動、体重移動がね、はなしってこと。じゃあなしで、まずは軸足を作る。だから動きはこうですよ、動きはこうだけれども、実際踏ん張ってからの動きが必要になってくるので、まずはお尻とね、膝とお尻、これを安定させてグッと、であとは上半身が前に行かない、必ずしゃがむときは足の上に頭がある、これが大事です。この状態で軸作って左右、まずは右に回していく。なるほど、はい、右足だけね。そうです、はい、これを10回ですね、はい、ただこっちのトレーニングじゃないんですよ、こっちなんです、軸なんですよ、はい、ちょっと一回軽くやってみて、ね、はい、ステップだったらこうなんだけど、そう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 、今は軸を作ってるから軸のまま足だけってこと。足だけです、足だけ、はい、ただこことここ、はい、そうですそうです。だからこれ引っ張ってる意識ばっかりじゃなくて、はい、こっちをしっかり意識してってことですね、はい、でこれもつま先と膝とつま先と同じ方向、外は向けない、この時もそうです、そのままこういうこと。そうです、こうやっちゃえないでください、ね、これは重心がここに、はい、逆にここに来すぎちゃうので、はい、足の上に当たる、はい、こうしゃがんで、で軸を作って、そうですそうですそうです。これを左右10回やっていきましょうか、はい、さあやっていきましょう。膝を曲げる、軸作る、軸を作る、はい、今のね左右10回を3セット行います。はい、でまあ最初に話したように、そのポイントとしては軸足を作るので、必ず軸はもう固定安定、固定安定ね、でそこで体は絶対ブレないようにして、どこに効いてるのか、太ももお尻の軸なんで、そこを注意してやってください。あとは上半身が前に行かない、必ず足の上に当たる、そこを注意してやってくださいね。で膝とももも、あ、まあ膝、つま先が同じことです。もも前とお尻のところは意識的にこう辛くなるっていうか、辛くなる、はい、使うって感じですね。そうそうそう、だからサッカーでいうとやっぱり軸足でそのまま足使うっていう、うんうんうん、そんなイメージしなきゃいけないんで、速くなるとかステップが速くなるっていう、そうです、ね、そうです。だから最初にやっぱり体幹をね作っとかなきゃいけないんで、体幹と下半身のバランスをどう鍛えていくかってなってきたら、やっぱりちゃんと姿勢を整えなきゃいけない。それがめちゃくちゃ大事なんですか。まず意識は体幹、そしてもう下半身っていう感じですね、はいはい、さらに不安定な状態を作ります。1、2、3、1、